この代表的なクランクネックですね。クランクネックは基本的にアークを描く人に向いてますし、クランクの部分に重量が乗るのでどうしても重心が高いパターンになりますので、ちょっと打ち込み系の人に向く形状と言われてます。こちらはベントネックと言われるモデルで、どちらかというと重心の低いパターンとの相性がいいので、どちらかというとレベルからアッパーに打つ人に向いてます。まっすぐまっすぐ打つ人の方が向くと言われてますね。続きましてこちらがショートスラントというネック形状ですね。こちらもどちらかというと重心の低いパターンとの相性がいいので、レベルからアッパーに打つ人に向きますが、こちらはアークを描く人の方が向くと言われてます。こちらはセンターシャフトですね。センターシャフトっていうのは唯一シャフト線上にヘッドの中心があるモデルですけども、こちらは打点が安定する人には非常にいいんですけど、打点がばらつく人はかなりフェース面が動くので注意が必要です。最後にこちらが最近流行りの三角ネックですね。非常に広い面でフェース面を抑えてますので、打点のブレに非常に強いです。そしてこういうピン型のパターンに多いので、昔からピンを使ってさらに助けてもらいたいっていう人はこの形状は非常にいいと思います。